J1FC 東京の U20 日本代表 MF 松木玖生二十歳が、スペイン一部のマジョルカへの移籍が現実味を帯びてきました。スペインの新聞マルカによれば、かつて大久保嘉人や現在レアルソシエダードに所属する久保建英選手が在籍したマジョルカが松木獲得に向けて動いており、すでに FC 東京との交渉が進行中とのことです。松木はマジョルカの関心事となっています。日本からの要求は明確で、移籍金は300万ユーロ、約4億7000万円の価値があると報じられています。マジョルカは、韓国代表 MF 李康人22歳が、今夏にフランス一部のパリ・サンジェルマンに移籍したため、松木はその穴を埋めることができるとの見方を示し、元日本代表指揮官で、マジョルカの監督でもある、ハビエル・アビーレ氏にとっても、多彩で興味深い選手だと評価されています。またマジョルカにとっては大久保氏、川崎フロンターレの家永明宏選手、 FC ソウルのキソン・ヨン選手、久保建英選手、そして李康人選手に続くクラブの6人目のアジア出身選手となるとのことです。松木は高校サッカーの名門青森山田高校出身で、2022年に FC 東京に入団し、1年目から主力として活躍してきました。今年5月に開幕した U20 ワールドカップアルゼンチンではキャプテンを務め、1次リーグ初戦のセネガル戦でゴールを決めるなど才能を発揮しました。そして彼の今夏の海外移籍の噂は以前から囁かれており、今後の動向が多くのサッカーファンにとって注目されています。若手日本代表 MF 松木玖生の才能が海外クラブの目に留まり、スペインマジョルカへの移籍が現実味を帯びてきたというニュースはサッカーファンを中心に大きな話題となっています。彼の今後の成長と海外でのプレーに期待が高まっており、ファンたちは続報を待ち望んでいることでしょう。引き続き彼の活躍に目が離せません。